三笘薫、今季の出場時間がやばい。坂、ブルーノを上回るペース。ブライトンに所属する三笘薫選手の出場時間が話題になっています。ブライトンは今シーズン以来にもレノで過密日程になっていて、ビッグクラブでないチームが躍進し試合数が増えるのですが、選手出世ので一部選手に負担がかかり、疲労やけがで低迷するというよくあるパターンになりつつあります。プレミア7試合、カラバオ1試合、CLEL2 試合、開幕以降では最大で10試合足す代表戦。三笘は全試合出ているし、フル出場も多い。坂谷サラーも出場時間は多いが、さすがにカラバオは全休。デゼルビから離れた方が選手寿命を長持ちする。毎週チーム行って検査してスコブラつけて運動管理もして、全く疲労がないから毎試合スタメンフル出場できるんだろう。いちいち出場時間上げて言い訳をつ、はいはい疲労疲労、これでいいか。個人的には言い訳っていうかに多様な使い方されてる。ピニャンが壊れたから心配して状況を確認してるだけなんだが、個人的にはどの選手だってあまりに使い倒されてたら心配する。みんな長く健康にプレーしてもらいたいと思わないものかい。疲労によって判断能力の欠如、仕掛けない、キレが悪い、怪我の確率上昇など100倍あって一理なし。